ありがとうございます。はい。なんかいいですね。はい。10周年おめでとうございます。拍手。ありがとうございます。2007年にですね、チーム東洋大東も当時チーム東洋ですね。はい。これを結成して、でなんとその年川端選手がシリーズチャンピオンになってます。イエーイ。そうですよね。はい。まあ、非常にうまく、はい、回ってきたんですけども、これからもね、毎年なんか皆さんを喜ばせるようだとか驚かせるようだとかやり続けたいと思います。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに昔ありましたこういうマークのこれも菅野さんが考えたものです。はい。それとねごめんなさい、もう一つ、はい、いいですよ。チームトヨのメンバーあんまり変わってないんですけど、はい、出たり入ったりする人も、はい、実は僕もちょっと担当外れてたことあるんですけど、はい、ただ一人だけずっといる人がいるんですよ。いますね。ただ一人だけずっとチームトヨをいる人がいますね。あの人ですよ。そうですよね。10年間川端さん、10年前と今のさらに遡って、はい、2004年から、そっかそっか、トラスト S1 号で、そうだ、あの時そうだった、その2004年からもうずっと東洋タイヤ1本で、そうだ、ずっと1本だね、マークはね。はい、お世話になっております。はい、今後ともよろしくお願いします。そして皆さん、トヨタ屋さんをね、お会いしてください。よろしくお願いします。はい、続いて、トラストさんの40周年記念ということで、川上さんでよかったですか。川上監督ですね、今ね。あ、中上さん、中上監督から一言も言うと、拍手をかけなさい。僕はね、トラストさんの製品、愛用者の 60% のブースト系とかね、昔から買ってましたね、ありましたね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、トラストも、40周年、私も実は50周年なんで。あ、そうですか。ありがとうございます。